こんにちは、トイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はトランスフォーマー43番デストロンのトリプルチェンジャーブリッツウィングです。はい、なんかねレジェンズ版が最近発売されたそうで、ツイッターの方ではねよくレジェンズ版のブリッツウィングね見かけて、あ、これはもう引っ張り出そうと思って出してきました。イーグルモードの戦車、そう、まあこれねちょっと当時品なんでシールも武器もね全部なくした状態なんですけど、まあ一応変形だけは遊べるのでねご勘弁ください。でパッケージとかだと砲塔がねこっち向いてるんですよね。でも実際はね劇中とかは違うんですよね、反対向いてます。まあ、これが前面だったりしてます。まあそんなわけでねトリプルチェンジャーっていうだけあってね3つの形態に変形します。かなりね年季が入ってるのであちこちもう緩くてしっかりロックはしないんですけれども、ちょっとねご勘弁ください。まず砲塔を縮めて反対方向に、そして機種を出します。これもねかなりね緩くなっちゃってるんですよね。でランディングギア引っ掛けて出します。ここねダイキャスト製なんですよね。はい、続いてこの翼一度展開します。で浮かせる。で垂直尾翼立てます。これもねしっかりもうロックしないんですよね、本当に緩くなっちゃってて。でここですね、小さい翼格納されているので出します。で閉じて、特にこれねカチッてロックするわけじゃないんですよね、この小さい翼は。でこのまま一度下げます。もう完全にね緩くなっちゃってるんでうまくかわしながら下げていきましょう。はい、これでジェット機の完成です。色がねガラッと変わってますからね。こちらが紫で、先ほどの戦車がこのクリーム色、ガラッと変わります。これがねもう見た目的にすごい好き。でここですね、ちょっとミサイル装填すれば発射ができます。ボタンはここでは続いてロボットモード、このランディングギア格納、そして機種を折りたたみます。そうすると頭部がね出てきます。続いてこの部分、一度腕を出します。で反対側も腕を出す。でこの翼収納します。で閉じる。これまだカチッて言うんですけど、もうね完全に緩くなっちゃっててね保持しないです。なので取れた場合はごめんなさい。はい、そしてね爪引っ掛けるところがあるのでこれで拳を出します。続いてこの砲塔部分を上に向けてスライドで足引っ張ります。はい、これでロボットモードの完成です。ちょっとねシールがないのですごい寂しいですけれどもご勘弁ください。タンクの色とジェット機の色が合わさってこれっていうのはね本当ね見た目ガラッと変わります。おう、ごめんなさい。ロボットモード、本来ね2種類の武器もあるんですけども、そちらもねありません。まあ、残ってんのはね本当本体だけで、腕はねここまで上がります。本当緩くてしっかりロックしなくなっちゃったけどね、もう本当これだけはね未だに残ってます。武器持たせる際はこの内側の丸いへこみのところにね取り付けます。このトリプルチェンジャーっていうのがねもうめちゃくちゃ好きで、もう一回コレクション版とか復刻版出してくんないかなって、ね、望んでます。一回出たんですけどね、もう本当にあちこち緩くなっちゃって、ちょっとしっかりした個体が欲しいなと。まあ、ちなみにこの状態だとね閉じないです。この
腕のジョイントをぐるっと回してじゃないと閉じないですね。この機構もねすごい好み。ガラッとね色合いも変わったタンクモード。そしてシークレットエンブレムはデストロン。ちょっと足元ねヒーターがあるんで炙ります。はい、もう目いっぱい炙ったんでね一番濃い色になってます。まあ、ここから徐々にね色が変わっていきますね。はい、そんなわけでね今回の動画は以上となります。アストロトレインとブリッツウィングトリプルチェンジャーたまんないです。ちなみにパッケージがこちらです。もうほんとボロボロになっちゃいましたけどね、なんか捨てらんないですよね。パワーとスピードでトリプル破壊攻撃だ。この変形途中書いてあるのいいですね。タンクこれがねさっき言ってたやつでね向きが正面なんですけど、武器はねこの剣のやつと銃のやつ本来2つついてますけどもうねどっかに行ってしまいました。ちなみに裏データ表ですね。役割が空陸参謀変化ジェット機、タンクにジェット機と素早くトリプルチェンジすることでっていうね機能が倍増で、裏面はねもうこのデバスターグリムロック、この絵をねずっと眺めてるのが本当に好きなんですよね。なのでパッケージはちょっとねずっと取っといてます。はい、そんなわけでね、以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。まあレジェンズ版も、買ったらやるかな。はい、その際はねぜひよろしくお願いいたします。では